皆さんこんにちは。今日は初めての試みなんですが、オーケストラの曲の中でちょっと難しいポイントを取り出してみて、指使いを決めていったりしてみようと思います。特にアマチュアオーケストラの方だと、自分のパートを指使いどういう風に弾いたらいいかっていうレッスンを受けたりっていうのもなかなか難しい状況にあるという話でしたので、 YouTube とかで見て、でそれを映ってるところはその指使いを参考にしてやったりとかっていうことになっていると思いますが、そういった生徒さんを見てきて、自分が勉強したことをちょっとでも役に立てばいいなと思って、ちょっとオーケストラの中で難しいなとされているポイントをちょこちょこ出していくのもありかなと思って動画にしてみました。オーケストラの楽曲を取り扱うにあたっては、その楽団その楽団でもしかしたら指使いとかも全然違うことも要求されることもあると思うので、一概にこれが正しいというふうにはないですが、まず最初に自分で譜読みするにあたって一番合理的な指使い、それを見ていったらいいと思いますので、少しでもお役に立てたらなと思います。今取り扱おうと思っているのは、モーツァルトのシンフォニー39番ケッヘル543番のフィナーレです。これのセカンドバイオリンのところをやってみます。初めのところはこれが続いていくものなんですけど、まあ電線だけでもで弾けるんですけど、どのみちその次の小節からこういう風にうねうねしなければいけない、威厳をしなければいけないですので、初めからこのイメージで弾くと綺麗にいくと思います。その時になるべくっていう風にならないように、難しいんですけど、右手のところはあんまり、くねくねさせすぎないように、この辺とかだけでいくといいですね。私の場合はここは2ポジションにで1ポジションにミーファーシーで移った方がやりやすいです。なぜかというとっていう風に全部1ポジションにすると、ここの音の時だけ威厳をしなければいけないので、ちょっとなんていうか突飛な感じがするんですね。これはもう全部、2ポジションにすることによって電線でまとまることができますですね。次はこのところは全部1ポジションでいいと思います。音はできるだけ抑えっぱなしの方がいいですね。また使うのであんまり、離さないでの方がいいかと思います。でこの後ここで2ポジションに上がりましょう。そうすると、Cラファの時に2ポジションのままいけます。もしこれ1ポジションのままだとこんなことをしなければいけなくて、もう1弦飛び越えるっていうすごく大変なことになってしまうので、必ずこれはこの方がいいです。それから、これ他の曲でも言えるんですけど、こういう風に、開放弦があるところでポジション移動すると合理的です。もし開放弦じゃないところで移動してしまうとちょっとリスクが伴うんですね。例えばこういう時とかにちょっとこの外しやすかったりしますね。でもここまでが2ポジションで、で開放弦を挟んで1ポジションってするとこういう風に移れるので、これは他の時でも応用してもらえるといいです。そして次のところはもう全部1ポジションでいって大丈夫ですね。そして次のところちょっとだけこの向かう感じがあった方がいいですね。ここのところは
って初めの2つを同時に取っていくイメージの方があんまり1個ずつだと間違えやすいので、これは5度ですので必ず一緒に取った方がいいです。そうするとここのところがほとんど動かなくていいですね。指使いに関してはそのような感じですね。と大事なポイントとしては、同じ弦で処理した方がいいところは2ポジション4ポジションみたいな、こういう偶数ポジションをちょっとトレーニングして、なるべく開放弦の時にポジションチェンジは済ませておくと安全だと思います。アマチュアオーケストラの方にやっぱりすごく多いのが、指使いどうしたらいいかっていうのの模範演奏がないとか、自分のパートのところだけの模範演奏って絶対に YouTube とか探してもないですよね。なので特にセカンドバイオリンあんまり映ってないところとかもありますので、奥まってるので、なのでそういったところでちょっと不安なところがありましたら、個別に添削レッスンとかもできますので、もしよかったらまた相談していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。